はい、この質問ですけど、もうちょっと詳しく言いますね。これですね、まあ、LINE アートで投稿して LINE に流れます。で、LINE に流れてもですね、通常だと、下にね、どん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 新しいものが上に来て、古いものが下に来ますよねと。そうするとね、流されてしまうので、それをね、なんとかね、見てもらうようにする対策はありませんかって、まあそういう話なんですね。で、これですけどね、まあ一般論から言うとですよ、一般論から言うと、まず定期的に投稿することね、投稿すれば上に上がってきますかね、ということ、定期的に投稿するっていうことと、まああとはね、ピン止めって言ってね、この投稿で下に流せにずっと上に固定するみたいな LINE ってそういう機能があるんで、ピン止めするようにお願いするっていう、まあそれがね、一般論としてはまあ正解ですよっていう言い方されると思うんですけど、これはね、全然ね、どうでもいいですね。全然どうでもいいです。そうじゃなくてです、そうじゃなくて、まあ、定期的に投稿すること大事なんですけどね、ピン止めしてくださいって言ったってね、別にこれね、ピン止めして上に固定する価値ないやと思ったらしないじゃないですか。でいくらお願いしようとね、価値がなければしないわけですよ。で、そもそも、LINE アットって、まあ皆さんね、まあ自分の LINE ね、見てもらえば、思い出してもらえば分かると思うんですけども、正直来るやつでね、この人、この店の投稿は読むけど、この店はね、まあはっきりどうでもいい、ね、たまにクーポン使うだけどうでもいい投稿だからね、見ずにそのまま下に流しとこうって思ってるでしょっていう話なんですよ。なので、LINE アットはね、要するに投稿したお客さん、受け取るお客様からするとね、見る価値のあるアカウントとね、クーポンもらうときは見る価値のないアカウント2つに分かれてます。で、まあそうなると単純ですよね。いかに自分がお客様に役立つ、楽しい、そういうような情報を配信してればね、あ、来た、ここのやつ面白いって言って見られますね。で、そうじゃなければね、どうでもいいって流されます。だからね、定期的に投稿しましょう、大事なんだけどね、なんか、ピン、ね、して上に固定されたりとか、そんなね、枝葉の問題は気にせずにですよ。ね、100% の力の 99% はいかにお客様が役立つ、楽しいって言ってもらえる、ね、そういう投稿をしていくかっていうことに 99% 力を注ぐべきだって、そんな 1% のことどうでもいいみたいなね、まあ、そういうことになりますんでね。まあ本当ね、ここね、なんかね、枝葉の問題で解決しようっていう人がね、まあこれは質問者さんだけでのことじゃなくて、みんなです。そうやってね、楽して枝葉だけでね、なんとかしようっていう人が多いんですけど、そうそう、幹のね、ちゃんとした、ね、本質的なことをやらなければね、LINE といえどもですよ、成果出ませんのでね、まあ、このあたりはしっかりとやってください。